仕事の集中力がずっと続けられる方法をご紹介していきます。集中力が続けば疲れないので仕事が楽しくなり、また効率が良くなるのでどんどん進んでいきます。今回は腕のストレッチです。このストレッチを行っていくと、なぜ集中力が持続できるのか、そのポイントは姿勢を変えることにあります。この姿勢を変えることであなたの感情が変わっていくので集中力が持続していきます。それではね、ストレッチをやっていきます。腕をまず持ち上げていただいて、肘を曲げていきましょう。その肘を支えるように右手でしっかりと押さえていきます。こういうストレッチですね。そこから上体を倒していきます。はい、このストレッチのポイントなんですけれども、まずは肘をしっかりと曲げて、この手の先ですねが背骨の方に来るようにしっかりと曲げることです。はい、で注意点なんですけれども、どうしてもこう背中が丸まって姿勢が縮こまりやすくなっていくので、しっかりと背筋をピンと張った状態で行うようにしてください。この状態で倒していきます。はい、戻しますね。はい、今度反対側、吐きながらふーっと倒します。吸って戻します。吐きながら倒します。吸って戻します。はい、やり方は左右交互でも結構ですし、片方何回かやって、今度は反対側というようなやり方でもどちらでも結構です。とにかく大事なことはまめに行うこと、ね、もしあなたがちょっと疲れたなと思ったら必ず姿勢を変えるように、このストレッチをやってみてください。